わざとこうベタベタさせてえるってなるんだよな。パッと見見極めとしては、まあ、セロハンにこうシワシワシワってこうあのテーパリングができてるとチョコレート自体が締まるんで、うん、こうあのセロハンがシワシワ、まあ、一番の目安はこうペロッとこう取ってツヤツヤ、うん、なってますね、はい、これはもうテーパリングできてるっていう証なのでこんな感じですね。光ってます、うん、まあ多少並々ができてから少しこれずれてるかもしれない、少しずれてたりするとマーブル柄になったりするのでこうツヤ消しとツヤありがこう混ぜ混ぜしたような、お家でこの程度やるんだったらもうほんと板チョコで十分だと思いますけども、普通にテンパリングはできるのでこんな感じになりますね。イカれる炎みたいな感じで、例えば丸いケーキを作ったらお好みで裏でも表でも、うん、こんな感じでこう重ねても味が出るんですけど、あの切り分けるとき大変なので普通にこう横にで上に突き出したりするとランダムな感じがして、まあ途中でこんなのを入れてもいいですし、はたまたまあこんな風に全部ぐるっと統一させてください。飾るときはまあこれもこう割ってもいいので、うん、ちょっといろいろやってしまいましたけど、でこの曲げたやつはまあ上の飾りで、なんつだろう、お釈迦様みたいなイメージが、こっからなんかお釈迦様が出てきそうな、ボタンとかあのロータスじゃなくてなんかハスっていうの、あんなイメージがある。まあ飾りとしてはこんな感じで、ただのマッチを塗ったくただけのやつがこのチョコレートケーキになります、ね、はい、飾りチョコをこう貼っつけるだけでゴージャスなホールケーキになるので、使い方次第作り方次第でこんな感じになります。浮かしたり直接ベタバリしたりとか、こう斜めに刺してみたりとか、裏使ったり表使ったりとか、このあの上下をこう反転させて丸い方を上にしたりとかすると、ちょっといろいろ同じ形でもいろいろ使えたりするので、エルチパレット1個で作った飾りなんで、練習してできるようになればこの飾りのバリエーションもいろいろ増えてくるので楽しくなったりするかなって感じですね。テンパリングっていうと難しいかなと思うんですけど、まあ、溶かしてで塊のチョコを入れて温度を落として粘りが出てきたらちょっとこう取ってみて薄くなんかに伸ばして冷蔵庫で固まるかどうかをチェックしてセロハンにペタペタやっていくっていう手順なんで、もし固まんなかったらまた再投入、塊を入れて温度を落としてみるとか、固まってしまったら湯煎でもう一回溶かしてみたいな、もうそれの繰り返しなんで、自分でこう肌でこう温度を確認しながら作業を進めていくといつかこう簡単に見た目だけで、あもうテンパリングできてるわっていう風になると思うので、頑張ってスーパーで売ってる板チョコで簡単にこういうものが作れるので、まあ100円200円
なのでちょっとやってみると、頑張ってやってみてください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。